見ながら配信してもいいですか？ありがとうございます。ダメだよ、鼻リコーダーじゃないよ、ユリは。もうアフガニキはそう、鼻リコーダーのアイドルだからね。ちょっと待って、でも本当に見てないから。ちょっと待って、これね、録画です。ちょっと全部戻るの分かんないんですけど。ありがとうございます。これぐらいの音なら配信入ってても大丈夫ですよね。お、TVer で見てます。ありがとう。そう、見逃しちゃった方はぜひ TVer とかでご覧ください。あ、パーレイの MV ですね。カジさん、あー、これ知ってる。 なるほどね。始まりました。おー、座ってますね。顔が丸いです。やばいね、これね。最近お友達が LINE くれたんですよ。てか電話くれて、え、出るのって。あ、本当に嬉しいですね。ちょ、目がすっごいかゆいんですけど。私もです。みんな漏れてた、本当？パイパイさんもね、すごくよくしてくれました。ちょっと掛け合いとか映ってるか分かんないんですけど。目がかゆくてどうしよう。すごい、ガジさんのイラストだ。パーレー、どうしよう、待って、ユリなんだけど。 そんなにユリ映らない、映らせてくれるんですか？一流アイドルグループだって。あ、どうしよう。かわいい、カジさん。カジシマさんなんて。 森永ちゃん、今後の活動にもね。 これは、あ、この間の単独ライブか。かわいい。あ、ワイプのまーちゃんかわいい。ちーこみーちゃん。そうよ。これ夜中に吹いてるって教えてもらったんだよね。めちゃめちゃ面白いよね、そう考えると。 ね、嬉しい。ライブ映像もいっぱい映してもらって、すごいね、1200回だって。すごい。
おお、お優しい。確かに。この BGM 面白いね。指原さん。すごい。あゆさんお疲れありがとうございます。本当に面白いです。あーすごい、スカパラさん。圧がすごいのよ。つまんない理由だって。ありがとうございます。さっきテレビで出てました。すごい。そう、すごいですよ。ラッシーさん。ラッパ。月さん、尊いありがとうございます。最低な住所。それはそんなことないですよ。出た、鼻キッス。振るやつですね、鼻キス。鼻リコーダーはでもカジーさん発信ですよね。カジーさん発信です。面白い。悲しい。生徒は捨てないですよ。メンバー全否定です。すごい、ちゃんとここも使ってくださってる。からの3期生でーす。まーちゃん、
メつい泥棒だって標的がちなちゃんにそう、みんなで反省してますからね、今回。何この BGM あ、デカミさん、面白い。めっちゃいじってくれてますね、皆さん。そう、みんなで反省してますから今回ね。ちなちゃんスマイル。そんなことないですよそんなことないですよ。ここは私は全力否定させてもらいますよ、全否定かわいい月さん、かわいい、ありがとうございます。ちーごちゃん、あ、この事件はね、やばいですよいらない顔だってだって やだ自分が話してる昔話文句ないんじゃなーだって。リーダーとエースは間違えるね。マリンちゃん、ハートありがとうございます。悲しい でも嬉しいですね、アイドリングさんと言ってもらいましたね。そうなんだみそがれまーす、みそがれまーす、やばいってこれはやばいですね。おばんです、ありがとうございます。優しい笑顔、止まってました、ごめんなさい。うっせーわですね。ていうか、なんかよりちっちゃくない？立ってるとちっちゃいんだけど。でかいですね、やっぱり。
テなんだっけ、テナーだ。いいわね、ソプラニーノ、ソプラニーノ組です。一番小さいので、すごいですよね。山野の先生に来て見ていただいたんですよ。口で吹きますからね。お顔がこれ初めて鼻で吹いてるところです。それまではずっとね、あの口で練習してたんですよ。先生めっちゃアップドアップですね。テーナー重いですよ。白目向いちゃった。変な顔してる。ねえ、こんなのアップしないでください。やだやだ、ほんとにやだ。これ難しいんですよ、ほんとに。犬ぐちゃぐちゃしてる。あーみーちゃん、やばい、友達から LINE が来てる。絶対見てくれたんだこれ。私も今見てますよ。すごい、ライブ映像も流してくれる。あー CM だ。目がかゆい、ちょっと本当に。あれだ、多分物もらい。ちょっとね、 CM ジャンプするからちょっと待っててくださいね。あまりあの録画した番組を見ないもので、ちょっと慣れてないね。あーごめんごめん、違う。あーババはい、来ました。すごい、これあの皆さんも映ってますね。とびっきりの一曲だって。みんなどうする？あの反応がすごく面白かったですね。安定だって嬉しい。そんなドアップしないでくださいよ。シュールだね。ごまちまんドアップなんだってば。真剣な思いが届いたのか。かわいい、まーちゃん。みんな真剣だね。ここで CM なの？はぁだよ、そこ。うせうせうせは。サプラニーノちょっと褒められてるね。嬉しかったな。ちょっとね、 CM 飛ばしますからね。ちょっと待ってください。あ、この曲で一番鼻息が必要なおさりだって。
ゃない？パレ流れてるね。わあ、ありがとうございました。あ、これはちょっとかな。TVerの広告。かもねー。ありがとうございました。やばー、やばいですね。皆さんどうしましょう。鼻にコーナーが地上波に流れてしまった。いやー嬉しいですけど、ちょっと複雑な気持ちです。だってすごい鼻リコーダーでしたね。ばあばからは、あのばあちゃんからね、こういうスタンプが来てた。そりゃあのコメントしづらいのかな。やっぱりそう、うちのおばあちゃんおじいちゃんはね、あまりバラエティを見ないものでね。いやでも嬉しいですね、やっぱり。反響まだそんなにね、検索とかしてないので、今初めて見たのでね、ちょっと待って、本当にドキドキするよ。鼻リコーダーのグループで認知されました。もうね、きっかけは、きっかけありがとうございます。本当にありがとうございます。明日から鼻リコーダーの人になっちゃうかな。きっかけとしてね、入り口だから。え、ねぎっこさんも見てくださってたんですか。わお、わわわわお。マリンちゃん、尊いゴンタ君、ハートありがとうございます。ありがとうございます。え、カイポさんがタグ投稿しま、嬉しすぎる。っていうかさ、皆さん、あのゆりね、ちょうどリアルタイムでは見れなかったんだけど、ツイッターでね、あのアフガニ反省中、有吉反省会ハッシュタグで検索して、みんなの反響だけちょっとね、最初の方だけ見てたんですよ。わ、これ今何放送してんだろうって思いながら。すごいたくさんの人がさ、知ってる人というか周りの人がツイートしてくださってね、あのくまりさんとか、空っぽペペロンチーノさんとかね、歌作ってくださってるか、嬉しい。本当にトライムラインがものすごい勢いでしたよって、嬉しいですね。やっぱりグループは清掃グループですよ。はい。ありがとうございます。ざわざわしてます今、心が。ちょっとね、一晩寝まして、またお話、ゆっくりお話ししたいと思います。とりあえずただもう今日は遅くなっちゃうので、明日に備えてそろそろ寝ようかなと思います。ただ2期の王道戦、なんだっけ、清楚系王道妹分アイドル、ここの部分はね、変わってないと言いたいですよ、ゆりは。はい、鼻リコーダー吹きましたけどね、やっぱり鼻リコーダーはやっぱりカジさんにこれからはね、お任せしようと思いますよ。すごく難しかったです。はい、鼻で全然息初めね映ってたけど吹けなかったので、すごいんだなって改めてカディさんの凄さを知りました。アイドルのテンプレートって言われたのはある意味王道なんかなと。ある意味ね、ある意味。でも嬉しいですやっぱりね、いろんな方にそう優しいというか、いじっていただいてるのか。いただけて、はい、ということで
明日の告知しようと思います。明日はね、11時半から出張おうち席会があります。はいはい。なのでゆりはもう寝なきゃいけないんですよですね、もう締め切りは終わってるんですけれども、買ってくださった方にチェキをプレゼントするんですけど、そのチェキを取ってる様子を配信します。それがチェキ会、おうちチェキ会なんですけど、すごく目がかゆくてごめんねなんですけど、やばい説明できない明日はね、アミちゃんと2人、アミちゃんとユリが、第1回目11時半からの回なんだけど、そのアミちゃんがね、ずっとお休みしてたんですよ。こう濃厚接触者だったね、自主隔離っていう形でお休みしてたんですけど、明日からついに復活ということで、その第1回目がね、ゆりと2人でおうちチェキ会、チェキ会ということで、あみちゃんに会えます。やっとですよ、本当によかったね。あゆさん、辰のお年ごありがとうございます。本当に ゆりもね、会えてないので、そう、画面越しでしか会えてないので、とりあえず会えるのが楽しみです。はい、本当に良かったです皆さんぜひチェキ買ってないなって方も、買いそびちゃったって方も、にきちゃん、YouTube の方で生配信ありますので買ってない方もぜひコメントとかで参加してくれると嬉しいです。見に来てください。あみちゃんの人見知りが心配ゆりはぐいぐいね突っ込んでいくよ。楽しみ、会えるの楽しみなので、同じく寝坊しないように頑張ります。はい、11時半です。でその後4つ配信にあってから、にきちゃんですね、にきちゃんの方でみんなで生配信があります。はい、こちらはね、前回7人だったんですけど、ついにこちらも8人で勢ぞろいできるということで、皆さんぜひ見てください。ちょっと公開されてた、それもにきちゃんワンダーランドの MV 公開されます。あと明日、はい、順番的にはおうちチェキ会、 MV 公開、配信かな。お天気も心配なの。そう、今日もね寒かったよゆり、冬かと思ったもん今日さ、本当にびっくりしちゃった。帰ってる時もね、雨止んでなかったんだけど、本当に震えてたんですよ。こういう震え。ねえ、フォーユー買ってくれてありがとうございます。はい、明日フォーユーもあります。そう、最近雨がすごくてね、天気悪くて、大変なね、場所の方も、大変な地域もあるみたいなので、皆さん本当にお気をつけてください。そんな感じで、とりあえず明日の告知でした。あとは透明ハンツアーが9月にあるっていうことと、8月22日に単独ライブも表参道の方でありますので、はい、よかったらお越しください。チェキ会、 MV 配信、 For You、 そうですね、そう、明日いろいろ盛りだくさんなんだけど、よかったら楽しんでください。明日日曜日ですのでね。ちなみにね、今日のね T シャツね、これだよ。何見えないんだよ。日本の底力、これ今日アリューシャン世界だったじゃないですか。ちゃんとねBS 日テレさんって書いてあるんですよ意識高子ちゃんかもしれない
これですね、ももクロさんのライブでいただいたやつかな。はい、 T シャツです。ありがとうございます。くまたろさんファイト、ありがとうございます。頑張ります。皆さんよろしくお願いします。あと遅くまで付き合っていただきありがとうございました。ではランキング読んで終わりにしたいと思います。10歳の方から、サミーユさん、クレナオさん、ケイレップさん、タルタルさん、ソトさん、さん、ヤギ沼さん、ハローさん、アユーさん、オユさん、ミカンさん、クマ太郎さん、マリンちゃん、イチガツキさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだってさ、今日中にさ、やっぱ明日話題に乗り遅れちゃうから今日中に見なきゃと思って。うわ待って、え、チケット買ってくださったんですか。ありがとうございます。どなただろう。よいしょよいしょ、月さんありがとうございます。8月22単独ライブの2部のチケットね、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、このね配信のルームからも買っていただけるので楽しみにしててください。もう来週末かな。そう、 目が痛いの、ちょっとお大事にしますわ。あ、ね、明日のおうちチェキ会、あれ、ゆい服装決めてないかもしれない。どうしよう、ちょっとお楽しみにしててください。はい。そう、配信の見ての、配信を見てのお楽しみです。ですです。では、明日、よろしくお願いします。ニキちゃんワンダーランドの MV が、とてもよりは、楽しみです。割と多分やばい感じなので、みんなも楽しみにしててください。わっ。この前初めて渋谷で見ました。よかったです。ありがとうございます。嬉しいです。配信までたどり着いてくれて嬉しいです。ありがとうございます。ではでは、皆さん、有吉反省会も見てくださってありがとうございました。まだもう一回見たいって方はね、TVerの方でまたね、繰り返し見れるみたいなので、見てください。きっとね、その、視聴率とかも鍵になると思います。またいろんなところでね、2期みんなのお目にかかれるよう頑張りますので、はい、よかったらこれからも応援よろしくお願いします。それでは、せーの、おつしまでした。バイバーイ、おやすみなさい。明日よろしくお願いします。